長谷川博美は日本の俳優。愛称は長谷博。東京都出身。平田オフィス所属。中央大学文学部卒業。在学中はマガジンハウスでアルバイトをしていた。2001年文学座付属演劇研究所に入所。2002年 TPT ベントで初舞台を踏む。2004年4月。 研修科を修了し、準座員として、入座。同年、文学座指示会新人賞受賞。2006年4月、準座員から座院に昇格。同年12月22日付で退座。2007年、芸能事務所ホスターに移籍。2010年、平田オフィスに移籍。2010年 NHK ドラマ、セカンドバージンに出演。2011年、テレビ東京、鈴木先生で、 民放テレビドラマ初主演。同年、日本テレビ、家政婦の三田では優柔不断で若年なダメな父親役を演じる。2013年、大河ドラマ、八重の桜では、主人公、山本八重の最初の夫、川崎直行助役を演じる2014年、TBS とワウワウの共同制作で放送された、モズレ、悪役、東亜夫役を演じる。2015年1月19日から、 フジテレビ系の月9枠で放送されたデート恋とはどんなものかしらでオタク気質の高等郵便役を演じる。2016年3月5日公開のセーラー服と機関中卒業マイナスで月長役を演じる。2016年7月29日公開のゴジラシリーズ第29作新ゴジラで内閣官房副長官矢口乱動役で主演。 2017年4月16日から TBS 系日曜劇場を枠で放送された小さな巨人で高坂新一郎役で主演。2018年度後期放送の NHK 連続テレビ小説満腹で主人公の夫、立花万平役を演じる。2020年放送の NHK 大河ドラマキリンが来るで明智光秀役で主演。父は 武蔵野美術大学の栄養教授で、建築評論家の長谷川隆妹は、聖徳大学短期大学部、総合文化学科の准教授で料理家の長谷川由美子。イコール演出、蜷川幸雄。ありがとうございます。